石丸広之は、競輪選手である。岡山県倉敷市出身。日本競輪選手会岡山支部所属。日本競輪学校第76期卒業。岡山県立玉の光南高等学校時代の1992年、インターハイの陸上競技で 4X400 メートルを優勝する。また400メートルでも3位に入った。この他にも、 国民体育大会の少年400メートルで3位となっている。高校卒業後は、競輪選手を目指し、本田晴美に支持して1994年、日本競輪学校に入学。同期には、市田恵子と武器広志らがいる。1995年8月6日、竹尾競輪場でデビューし、初勝利も同日。高校時代に、陸上で培ったダッシュ力を活かした。 鋭いめくりを武器に、2001年頃から、常時特別競輪に出場し、また2007年までに近年を2回制覇するなど、トップクラスの選手としての地位を築いていたが、展開に恵まれなければ大敗することも少なくなく、特別競輪である GI、GII では準決勝止まりの状態が続いた。しかし、2008年にブレイクし、2月に開催された、西日本王座決定戦において、 GII 初の決勝進出、同年7月開催のサマーナイトフェスティバルでも決勝進出した。その後、10月に行われた慶応各記念において3度目のギー優勝を飾り、12月に開催された全日本選抜競輪では GI でも念願の決勝進出。その決勝では、マークの三宅慎を引き連れ、バックストレッチ付近より、健康一滴のめくりを放ってそれが、 見事に決まり、三宅に GI 初優勝をもたらしたほか、自身も2着に入った。これにより2008年の年間賞金獲得額上位に進出し、同月21日の岐阜記念最終日まで、岡部義行と金差の争いとなったものの、最終的には十数万円差で抜け出し、最後の枠ながら2009年の SQS 半角付けを果たした。2009年は、 オールスター競輪の決勝で3着に入り、これで年間獲得賞金の上位に進出する。しかし直後に落ち車事故で骨折したため、最後の選考対象レースとなる競輪祭を欠場して結果待ちとなったが、無事にランキング8位が確保されたことにより、自身初となる競輪グランプリで A 級出場を決定させた。だが2010年は前年の怪我による影響で不調と、 落ち者が続いてしまい、調子を大きく崩したため SQS 班から陥落してしまった。ダッシュを生かしためくりの実力は知られていたが、近年選手の間で大ギアが流行したあたりから大ギアまくりという先方に活路を見出し、トップクラス選手の先行もめくり切る威力を発揮するようになった。岡山の競輪選手が、 街頭募金定 CT コミちゃん2011年3月27日18時13分 HTTP コロンスラッシュスラッシュ www.ikemengp.com スラッシュリザルト .html ありがとうございます。